疎開は、なお、以上の戦時疎開以外に、自然災害発生時の集団避難の概念として、疎開が用いられる例がある。戦時中の東京都のポスターかつては、軍事用語であったが、日本においては、第二次世界大戦末期に、攻撃目標となりやすい都市に住む、学童、老人、女性、または直接攻撃目標となるような産業などを分散させ、田舎に、 避難させるという政策を指す言葉として一般化した。都市計画学者の越沢明は、この言葉は元来防空都市計画用語で、当時の内務省の技師北村徳太郎がドイツ語、ウフラクラングを訳したものとしている。当時の政権が、避難や退避という言葉を正直に使用しなかった理由は、当時の軍部が撤退、退却を誤魔化して、転身と表現したのと同様。 軍事作戦の一つであり、決して逃げるのではないとことする意図があったとされ、それゆえ当時の新聞史上等においては、外国で行われた疎開について、避難、撤去、疎散などと表現している。日本以外では、第二次世界大戦中において本土が大きな被害を受けたドイツやイギリス、ソビエト連邦など多くの国でも、政府の主導による疎開が行われたほか、 本土が戦場より遠く、日本軍によるアメリカ本土空襲やアメリカ本土砲撃が行われたものの、結果的に民間人に多くの被害を出すことがなかったアメリカにおいても、日本軍による大規模な空襲や上陸を恐れて、日米海戦後の1941年から1942年にかけて疎開が政府により本格的に計画された。なお、以上は、 戦時疎開であるが自然災害発生時の集団避難の概念として疎開が用いられる例がある。学童疎開日本において第二次世界大戦末期の学童王とは国民学校初等科に通っていた児童を意味する。第二本帝国政府は遠古者への疎開を奨励したが学校ごとの集団疎開も多く行われた。日本の都市部では自営業者の世帯を中心に 労働力の中心となるべき成人男性が戦地に赴いている間、子供は重要な労働力として家計の助けとなっている世帯も多く、疎開させたくてもできない家庭があった。集団疎開に際しては保護者から疎開免除の嘆願書が提出された例も存在している。日本における学童疎開1944年連合国軍による本土空襲が始まった直後、 1944年8月4日、東京都から学童疎開第一人が出発し、7月の緊急閣議で急遽疎開決定した沖縄県の学童は8月中旬、大阪市からは8月末に移動を始めた。以上の地域以外にも、横浜市、川崎市、名古屋市、尼崎市、神戸市と今の北九州市から、周辺県への疎開が9月末までに集中的に、 行われた。疎開児童総数は40万人以上だった。写真集やその他報告は数多い。沖縄の学童疎開では津島丸事件で犠牲者が出たが、与那原国民学校の学童と引卒者は1944年8月15日学校を出発、長崎港に到着し、熊本県ひなぐ城の温泉旅館に移動した。日な国民学校で授業を受けたが、 1945年6月再疎開となり、1946年10月に帰宅した。第2班は室戸丸で鹿児島港を経て、熊本県有浦町に到着した。東京都長官、大立修行は、帝都の学童疎開は、将来の国防力の培養でありまして、学童の戦闘配置を示すものであります。都との国民学校校長会議で1944年、発表。 学童疎開衛生注意事項に関する件で、死体不自由児や伝染疾患、喘息、転換、頻繁なや尿症、性格異常、その他集団生活に適さないものとされた児童は、学童疎開から除かれた。国家総動員法で、盲学校生徒は、兵隊のマッサージ、老学校生徒は、騒音の工場勤務ができたが、死体不自由児は、兵隊にも15にも不要とされた。 日本の学童疎開の歴史疎開計画沖縄県の疎開児童数イギリスにおける学童疎開イギリスにおける学童疎開はドイツがポーランドに侵入した1939年9月1日に行われイギリスがドイツに対して宣戦線布告した9月3日にはロンドンやマンチェスターリバプールなどの都市とその周辺に住む学童の疎開が100万人単位で 行われ、行き先は主にスコットランドなど国内の北部だったが、一部はアメリカやイギリス連邦自治療に送られた。特に1940年7月のバトルオブブリテンの開始後、緊急児童海外受入委員会の下でカナダやオーストラリア、南アフリカなどに学童を集団疎開させる計画が進められた。しかし、同年9月17日にカナダに向かっていた疎開船。 シティオブ・ベナレスが、ドイツ潜水艦に撃沈されて、乗船児童九十人のうち七十七人が死亡する、事件が発生した後、バトル・オブ・ブリテンで、イギリスが勝利したこともあり、後部による児童の海外疎開は中止された。フィンランドにおける、学童疎開フィンランドでは、第二次世界大戦中の冬戦争並びに、継続戦争の時期において、就学前の子供を中心とした約八万人という、 大規模な学童疎開が実施され、疎開先としては、その大多数が、隣国のスウェーデンだった。スウェーデン国内では、1939年の冬、戦争勃発に伴い、官民の間で、フィンランドに対する支援意識が高まり、フィンランド支援センターなる機関が立ち上げられ、フィンランドの子供たちを無償で、スウェーデン人の家庭に受け入れるといった申し出がなされた。 当初フィンランド政府は学童疎開の受け入れよりもフィンランド国内への物資面での援助の方が優先との意向を伝えたもののマンネルヘーム陸軍援水などの賛同によって学童疎開の実施に踏み切ることとなった。これによりスウェーデンに送られた病人や老人なども含めた学童疎開者の数は1940年春に実施された最初の疎開においては 1> 約1万2000人だった。その後は継続戦争の勃発によって、本格的に疎開委員会によって疎開が実施され、1941年から1943年には2万2398人、1944年から1945年には3万767人にまで、膨れ上がった。疎開先での生活は、家族と離れて過ごさなければならないため、 当初は寂しく辛い思いをしがちだったが、豊かで平和なスウェーデンでの生活に慣れ親しむにつれ、養父母と共に楽しい日々を過ごしたというケースが多かったという。ただ、新生活に馴染み、スウェーデン語を覚えるに伴い、特に年少の子供たちの間では、次第にフィンランド語を忘れてしまい、母国での暮らしや家族に関する記憶も曖昧になってしまうといった事態が多発した。そのため、 終戦後にフィンランドへ帰国した後も生活環境の大きな変化に適応できず特にフィンランド語を忘れてしまった子どもたちは学業の面でも著しい混乱に直面することとなったそのことから養父母もしくは子ども本人が希望し実の両親の承認を得て養子になったケースも多く戦後疎開先の国に泊まった子どもの数は帰国後に再度渡ったものも含めて スウェーデンに約1万5000人、デンマークに約50人となった。この児童疎開政策に関し、現在のフィンランドでは、スウェーデンの善意に感謝しつつも、子供たちに、両親並びに養父母との二度にもわたる涙の別れを、経験させてしまった、両親から見放されたがために疎開に出されたという、精神的なドラウマを植え付けてしまった、などといった観点から、あまり評価されていないという、 日本において当時の人の多くは家屋疎開とも呼んでいた。空襲により火災が発生した際に重要施設への延焼を防ぐ目的で防火地帯を設けるために計画した防火帯にかかる建築物を撤去することである。跡地は人々の避難先や復旧時のゴミ、資材置き場として役に立ったが投下された焼夷弾の数が多量だったため本来の目的である。 防火隊としての役割はあまり果たさなかったと言われている。一部の地域では爆弾が天井に引っかかるので天井板はなくした方が良いといった説が流れ、残された住宅の天井板だけを撤去することも行われた。都市空襲の場合、投下された焼夷弾が屋根を貫通した後に天井板で止まり発火する場合が多く、 それを防ぐには有効であったと思われるが、工業地帯等に投下された爆弾の重量は平均5 0 0ラムから1トンであり、薄い木製の天井板の有無で影響を受けるとは考えられない。建物疎開にあたっては、行政機関がその候補を選定し、選ばれた家屋はほぼ強制的に撤去されたため、当時は強制疎開と呼ばれた。疎開対象の選定にあたっては、 地域の有力者などからの政治的助言が大きく影響し、被差別部落に対する偏見や個人的感情から対象に含められたと考えられるものも存在する。建物疎開は終戦直前までを行われており、本土決戦に備えて人口2万人以上の小都市でも実施され、全国で約61万個の建物が除却された。また、 建物の除却には移転保障の給付がなされたが、敷地に関しては、買収形態のものと借地形態のものの両方が存在した。建物の取り壊し作業は、軍が破壊作業を行った後に、付近住民などが撤去作業を行うという手順が一般的であった。瓦礫の撤去に携わったのは主に、国民学校高等科の生徒や、女性を中心とした勤労奉仕隊。 病気などで、徴兵対象から除外されていた男性などであった。広島へ原爆が投下された当時も広島市内では、すでに数千人の学童を含む人々が屋外で、建物疎開の作業に従事していた。当日も彼らはすでに作業を始めており、炸裂した原爆による被害を受けることとなった。建物疎開の後は戦後そのまま道路になった場合が、多く、代表的な例では、 横浜市の根岸疎開道路など数箇所、広島市の平和大通り、京都市の大池2の左京区、川端大池から、中京区堀川大池間、大阪市道の上新城幾野線の東成九田松3丁目から、幾野区臨時2丁目間、都市計画道路南波片江線の幾野区鶴橋2丁目付近などがある。特に、横浜のそれらと大阪市道とよさとやた線は、地元住民から、 疎開道路と呼ばれている。工場疎開とは建物疎開とは異なり、重要工場を安全な場所に移転させることである。日本では太平洋戦争末期に工場緊急疎開要項などに基づいて航空機工場や兵器工場の地下施設化や工作機械類の移動が行われた。同時に閣議決定された生産強化企業再整備及び、 工場緊急疎開の一体的実施機構に関する件に基づき軍事省が所管した。この時に建設された地下施設の中には戦争遺跡として現存しているものもある。一部は満州に疎開したが、これはソ連隊日産戦により帰って多くの工作機械がソ連軍に露覚される結果につながった。ソビエト連邦における工場疎開ソビエト連邦においても、 独ソ戦開戦に伴い、ウラル山脈以西のウクライナやベラルーシ、ヨーロッパ、ロシアに存在した、各種工場の設備や技術者を、ナチスドイツによる接取から守るため、ウラル山脈以東の各地へ疎開させている。一例として、ウクライナのハリコフにあった第183戦車、工場は独ソ戦開戦に伴い、スベルドロフスク州のニジニタギルへ疎開し、 現地のウラルカ社工場と合併して t マイナス34戦車の生産を続けた。戦乱の際、貴重な美術品の破壊、産逸を免れるため、本来の収蔵場所から遠ざける例がある。中華民国の国立呼吸博物院は、元来は北京の呼吸で公開されていたものである。日中戦争勃発後に南方に疎開させ、さらに国境内戦の再開及び激化により、 その一部が台北に移されたものである。政府の省令指示に従って行われるものだが、上記のごとき学道疎開や工場疎開とは違って組織的、計画的なものではなく、一家庭、または一個人が自己責任で疎開するケース。地方の農村に親戚や知人があり、しかも自費で移動できるだけの経済的余裕のあるものは、この方法で疎開した。 主に知識階級に多い疎開方法である。日本の皇室や諸外国の王族も、戦乱の際は、政治的理由や、自身の意思により、首都から疎開、または止まり続ける例もある。第二次世界大戦中は、東京も空襲被害を受けたため、皇族の疎開も行われた。つぐのみやあきと新郎が、栃木県日光市にあった、田母、沢御用邸。さらに翌年7月には、 奥日光の日光湯本温泉に同級生と共に疎開するなどした。敗戦直後には高等五次作戦として若年皇族を疎開させてかくまう計画もあった。昭和天皇らは東京に泊まった。ただし、本土決戦を想定して皇居や大本営を長野県松代町に移転させる構想は存在した。第二次世界大戦当時のイギリスでも、 王室一家の疎開が行われた。しかし、ジョージ6世国王は1940年6月にドイツ空軍による空襲が行われて以降も首都ロンドンに泊まった。この様子は戦時歌謡ザ・キング・イズ・スキル・イン・ロンドンとして歌われており、国王の姿が国民から広く支持を集めた。ベルギーのレオポルド3世は1940年5月10日、 ナチスドイツの電撃戦を受け、ベルギーの戦いで交戦するが、5月28日に降伏し、ドイツの捕虜となる。レオポルド三世と家族は、ドイツ及びオーストリアを転々と疎開させられた後、1945年5月になって解放された。戦後、ベルギーをはじめとした連合側諸国では、反国王感情が高まった。1943年以降に、 日本に滞在している数軸国や期待戦各国の外交官や選挙師、一般外国人たちは日本政府が強制疎開地として指定した長野県の軽井沢や山梨県の山中湖周辺に疎開させられることとなった。特に約300人の中日外交官と2000人以上の一般外国人の疎開地となった軽井沢では三笠ホテルに 外務省軽井沢出張所が設置され、1943年にはマンペ平ホテルにソ連とトルコの大使館が疎開し、1944年8月には民間の貸別荘だった深山荘にスイスの公使館が置かれることとなった。1923年9月1日の関東大震災では消失家屋212,353戸、 被常室全開家屋79,733戸、流出、埋没家屋1,301戸で、被災後に疎開により、他地域に移住した者も,も少なくなかった。1962年の三宅島噴火では当該への、学童疎開が実施された。滑水時の疎開は滑水疎開と呼ばれる。1964年の東京の滑水では一部地域で4日間完全断水し、疎開が実施された。 ありがとうございます。